中島正幸は日本の柔道家。戦前の明治神宮大会柔道競技で優勝したほか、全日本選手権大会にも5度出場して、優勝2度、準優勝1度の戦績を有す戦前を代表する競合柔道家の一人である。選手として活躍するから、神奈川県警察部や横浜市警察にて柔道指導にあたり、多くの後進の警察官育成に尽力した。 福岡県久留米市に父、末次郎の長男として生まれ、少年時代より同志花畑に町道場を開いていた今村の手ほどきを受けた。1929年6月に17歳で高道館へ入門して翌月に初段を許されると、その半年後に2段、1931年10月には3段に劣勢られた。 神奈川大学や幹部を経て1932年には、神奈川県警察部相川勝六部長の地遇により、道部巡査を拝命し、警察官としての職務に精霊しながら柔道助教を務める。1933年5月の行動官春季紅白試合に4段くらいで出場した中島は、相手の4段8人を抜いて、抜群5段を授与され、が前 中島剛と注目を集めた。半年後の10月に開催された第7回明治、神宮大会柔道競技にて、青年団の部で、個人優勝という光栄に良くし、翌34年9月23日の、卓務省主催による、内地、外地対抗試合では、内地軍八将に選抜され、京城小路警察署の井上夫人一五段を、左大外刈りに下し、 砂川口警察署の星助さん5段と引き分けている。1934年11月の第4回全日本選手権大会に一般総年前期の部で出場した中島は、初戦で内藤博士4段、準決勝戦で河内文太郎3段を下し、決勝戦では佐藤義一郎3段を試合開始わずか3秒足らずの間に総足払いで宙を回せ、 圧倒的な強さで優勝。続く第5回大会の一般少年前期の部でも山口俊夫五段や葉山三郎五段らの対戦相手を寄せ付けずに連勝を飾った。1936年11月には全国警察官武道大会で団体戦、個人戦とも優勝して全国に神奈川県警察部の名を知らしめたが同月の全日本選手権では初戦で 山口敏夫に優政府を喫し、大会3連覇はならなかった。前世紀の中島は、身長171センチメートル、体重74キログラムと中型の選手で、出足払いや、総足払い、沈り込み足、払い釣り込み足といった足技が妙義と言われるほど、うまく、足技で崩してからの内股や、大外刈りを得意とした。練習の時は受け身をよく取り、 柔らかい稽古ぶりで相手になったものがさほど強くないという印象を持ったという。だが一旦勝負となると、鍛え抜かれた強靭な足腰と相手が誰であろうと倒さずば止まらずという闘志をあらわにし、どこにそんな底力があったのかと周囲を驚かせた。1937年に満州安山市の昭和成功所へ招聘され、柔道専門家としてその交流に尽力。 満州の虎と有名を轟かせた中島は、同年10月の第7回全日本選手権には、一般選手ではなく専門選手として出場し、篠原明義五段を釣り込み足、後藤三郎五段を内股で破って、牛島達熊門下の木村正彦と、選手権をかけて決勝を争うこととなった。試合は中島が、左の内股で、技を取れば、木村が、 右の大外刈りで、技を取り返し、中島の内股、大外刈り、木村の大外刈り、背負い投げとの激しい技の応酬で40分近い、死闘演じ、延長3回目で、木村が中島を上司方方に抑えて、ついに決着。昭和の名勝負として語り継がれるこの試合を、観戦していた、工藤十三は、中島が木村より6歳年長で、 試合が長引けば当然年長者の方が不利になる、寝技の得て、増えてが、最後には物を言ったと評し、柔道評論家の黒田武氏は、不幸にも満州で稽古相手に恵まれず、年齢的にも伸びが止まったように思えると述べている。自身5回目の出場となる1938年の全日本選手権には同じく満州代表として臨んだが、初戦で、 武道専門学校学生の小川圭一四段に判定で敗れて上位進出はならず大会は木村が決勝戦で小川をあっさりと破り優勝した目の前で木村の連覇を目の当たりする悔しさを味わった中島だったがそれでも以後の各種大会に精力的に出場し続け後期2600年を祝す武道大会が多く 企画された1940年には2月15日に宮崎神宮で開催された第2回全日本東西対抗大会に西軍6章として出場して清水聖1五段と引き分け4月7日に柏原神宮で開催の関東、関西、外地の3者対抗試合へは外地軍3章として出場、検討。また同年六月の天南武道大会には 指定選手として出場して、初戦で羽越しの名手として知られる兵庫の山本正信六段を得意の内股に下し、二回戦は遠藤清志六段に危険勝三回戦で平田良吉六段に惜しくも判定符を起死した。このほか1942年8月の日米交換大会で満州軍首相として出場し、 内地軍首相のソネ構造七段と引き分けた記録が残っている。合同層では、警察柔道の花と散ったと最大の惨事を送られた太平洋戦争の戦況に暗雲が立ち込めると、中島は1945年に現地で王将され、終戦に伴って、囚われのみとなる抑留生活は1948年8月に、ようやく帰国が許されるまでの約3年間続いた。 憔悴しきった体で再び日本の地を踏んだ中島は、半年以上の療養期間を経て、横浜市警察の小林正樹本部長に壊れる、形で1949年4月に、同所へ奉職。以後は、数多の警察官の先頭に立って、地に落ちたかつての横浜警察の栄光を取り戻すべく、その陣頭指揮に当たった。中島の円満な人柄と飾らない順調さ。 そして卓越した指導力は上司の信頼と更進の若手警察官からの敬意を持って迎えられ就任から2年後の1951年6月に開催された6大都市警察柔道大会で横浜市警はかつての神奈川県警察部の活躍を彷彿とさせる快進撃を見せた一方で中島は同じ頃治病の高血圧に苦しみまた 現役時代の無理な猛稽古がたたってか、膝の関節炎にも悩まされており、それでも安静を進める家族や治療を進める医師の忠告には耳を貸さずに、警察柔道工場のため、身をとして尽力した。しかしながら1951年5月27日に、伊勢崎警察署道場にて、全国大会に出場する警察官の特別訓練中に、脳一血で倒れ、 二日後の5月29日午後6時40分に40歳で、急性。最後の言葉は同日明け方に、上ごとで発した、書に行くから起こしてくれだったという。史上最強の柔道家として名高い木村正彦を、もって、生涯の相手のうち一番、手強かったと言わしめた、中島の早すぎる死は、横浜市警や神奈川県警のみならず、日本柔道界にとっても惜しまれる結果となった。 行動官は、死の生前の功績を称え5月20日付で8、段位を追増。葬儀は6月4日に都部署、大箇所の合同葬として、横浜市西区の日蓮葬久佐寺理事で取り行われ、可能理性行動官庁のほか横浜市長や、横浜市会議長、横浜地方裁判長など500名以上が駆けつけて、その死を痛み、とりわけ3人の子供たちが昇降した際には、 会場中が涙を禁じ得なかったという、ありがとうございます。